始まってた。こんばんは。こんばんは。ゆでよんです。こんにちは。お、はじめまして。楽しみにしてました。こんばんは。待ってました。こんばんは。うっさいな、これ。読み上げ。ちょっと待って。こんばんは。こんばんは。こんばんは。もう、飲んでますけどね。楽しみっつってもただおっさんが飲んでるだけなんですけど、あ、北海道から。そうっすね、今日がなんだっけ、ワンピース24周年連載、すごいっすね。ん、あ、いつものね、やろうか。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber ゆえてなんぼのゆでろんです。いいね、チャンネル登録してね。そう、あの、今いつもは台本を書いてそれで仕上げてるんですよ。だから生は緊張しますよね。ゆでなんぼのこっちが素です。生ね、顔ミスターだから仮面 YouTuber じゃないでしょ。え、違いますよ、小田先生なわけないでしょ。むしろもう小判ザメでしょ。いやいや、加工してないですよ、声は。キリンね、ヤマトね。でもひずめがなくない、キリンって。あった。あ、ワンピース好きなキャラはコアラ。コアラすごいよ。魚人じゃないのに魚人からって覚えてるからね。好きなシーンはロビンが泣きながらニエスロビーでスパンダムに連れ去られそうなところをソゲキングが狙撃するやつ。あれ気持ちいい。ヤマトね、ヤマトはもう悩みましたね。女性説はギリギリ皆さんに助けてもらって撤収できたんですけど、能力はほんとむずい。最初はだからタマムシって考えたけど牙出てきちゃって、そっからあのお玉と表裏一体によって虫しかなと、神社関連だろうなって考えたんですけど、月曜仕事行ってます。エロいおっさんエロいおっさんじゃないよ。どうせ君らだって知ってるよ、アナリティクス 97% 男なんだからさ。君たちもあと数十年でこういうやつになるから。ヤマトの横地に一言、最高。あ、サッカーやってんだ、知らなかった。オリンピック、俺の悪魔の実は何だろう。ゴロゴロの実だよね。語呂合わせ好きっすねってよく言われるんで、そのこじつけ好きっすね。モッチー先生とコラボしてください。それよくも言われるな。なんかやってもいいけど何するかわかんないな。原稿ツイッターで見せたことはあるのかな。だから通勤中に書いてますよ。コアラいいんですよね。ただワンピースで俺一個不満あります。唯一ポチャで可愛いやつがいない。これあんま納得いかないね。ちょっとだけ、あのね、誰だろう、アーマン、うるさいね。もうこれ切ろうかな。ワンピース毎日読んでますね。そういえば、あ、そうそうそう、この場所で収録してますよ。昔これそうショックだったのが、なんだっけ、リンクスの酒を動画内で歌ったんですよ。そしたらコメント欄で「オンチっすね」っつって、あ、俺オンチなんだと思って、これ衝撃。意外と、いや、オンチなのかと思って。じゃあ今までさ、人生でたくさんカラオケとか行ってたけど、友達とか会社の人とか、あ、こいつオンチだなと思いながら気使って言わなかったと。ちょっとだから
歌うか今。みんなここで判定してよ。マジネタなしで。俺今から歌うから本気で。俺が音痴かどうかをちょっと判定してもらおうかな。いい。行くよ。そう、名誉挽回に一曲行くわ。何歌うか。ゆでろんチャンネルで僕らは育った0点ね。音痴か。そうか。3。10段階で3。1。じゃあもう恥ずかしいじゃん。ギリ音痴ね。OK。10段階だ、10段階。56点。あ、まあまあじゃん。オンちゃった。ウィア？ワンピースの曲ね。いや、ちょっともういいか。恥ずかしくなってきたわ。だんだん。みんな冷たいしね。だから別に俺のファンとかいないんですよ。正直。ワンピースファンだからみんなね。そこはいいんですけど、全然。あ、すごい。みんなやっぱ、あれね。アニメファンだよね、結構。おっさんだからアニメ見ないんだよね、なかなか。いや、本当に。この前の、だから作画がすごいっていう回、宴はやめだ。あれ見ました。最高。あれ見たらマジで確かに見たくなるね、アニメ。ワンピース。すごいな。DJ のシーンとか。仲間がいるよ。あ、さっきあの仲間がいるよ TV 見ましたよ。面白かった。なんだっけ、あとたかしさんと海鮮丼さん、すごいな、面白かった。みんな冷てえな。まあいいけどね、いたよね。俺も言ってたしね、ワンピース系の考察 YouTuber みんな見てた時代、あのジョンさんとかユイさんとかコヤッキーさんとか見てましたよ。面白いよね。まあ、好きなことを言ってましたよ、当時。ジョンさんすごい感じとくけど、まずあんなに毎日動画出せません。すごいあの人。あと意外と当ててるしね。エンターテイメントとしても面白いし。僕はあの結果主義者なんで、結果残してる人が尊敬しますから、基本的には。あ、考察しようとした結果なんだろう。でもやっぱあれね、1巻と61巻の表紙が表裏一体だったこと、ああ面白いなと思って、そういう遊びやってんのかなと思って見たら、まずあのブロガーですよね、当時ワンピースブロガー見て、あーすごい、すげえ、いやみんなと一緒ですよ、こことここつながってんのねみたいな、ワンピースすごい、何にも考えないで紙機関で見てますけど、最近神木さんも勘十郎にね憑依されてるんで勘十郎芸がね、まあ、最高ですよ。盛り上げてますよね。オーディーンって読むのかな、あの人。オーディーンさん、おでんさん、知ってますよ。あの人もすごいですよね、面白い考察。あんまりでもだから他の人の考察聞いちゃうとさ、知らぬ間に頭の中に入ってパクっちゃう可能性があるから、もうあんま聞かないようにしてますけど。モッチー先生はどうですか。モッチー先生のこと最強でしょ、あの人。ワンピース考察界っていうより YouTube 界で最強じゃない、あの人。だってどうせ考察とか当たんないじゃないですか、基本ね。面白い方がいいわけですよ、あの人。面白いなと思って。だってもう何が最強ってね、ドラゴンボールの魔人ブーからのビッグマムが12人目の仲間になります 99.9% みたいな。マジかよ、これを成立させるのあの人ぐらいでしょ。だから最強だよな。オールカマンかもしれません。面白いですよね、まあ、みんな面白いですよ。俺基本考察好きなんで、人のも自分のも。あんまり自分がやってるからね、見えなくなっちゃいましたけど、結局コメント欄のみんなのね
考察も好きだし、あ、そうやって考えるのね。別に正解とか間違ってってるとか関係ないんですよ。こういう考え方が面白いってやつ。なるほどな。あ、SBS ないな。いや、投稿したいような、したくないような。でもワンピースこの前ツイッターでつぶやきましたけど、世界のコミックスで、あの、バットマンを抜いて、2位売れた売り上げランキング部数発行部数4億9000万だっけ。つまり SBS に投稿して採用された人って、とんでもない数の世界の人たちがさ、まあ見るわけですよね。すごいわ。本当に。ダフトバンク好きっすよ。テクノハウス系が、あの、若い頃好きだったんで、基本。ユデヨンさんが話数の語呂合わせ初めに気づいた。初めかどうかわかんないですけど、多分初めの方に僕気づいてますね。疑ってましたけどね、最初は。なわけないでしょ。週刊連載でや、そんなことやってないでしょ。めんどくさいこと。でもね、だから何年も研究というか、ね、考えてたら、やってんじゃねえのっていう話になってくるわけですよ。いや、本当に。頭見せてたから、頭もさっき見したっつうの。これね、あげてないよ。それも言うじゃん。なんか、人と比較してどうとか。なんでみんな比較すんだろうね。別に全部見ればいいのに。面白いから。人と比較したら、あんま幸せになれないですよね。奥さんの反応はどうですか？奥さんはだから、今日すいません。あの、ちょっと生配信やりたいんで、実家に帰ってもらえますかっつったら、は？嫁のことを聞くな。怖いんだから。欲牛が食いな説は。なんすかそれ。すごいじゃん、もう。どこまで行っちゃうの、ワンピース考察って。そんな説もある。ルフィの父親って本当にドラゴンだと思いますか？いや、思いますね。あれ、それも、なんかよく言われますけど、だって、ルフィの父親がドラゴンじゃなかったら、あの、イワンコフがさ、ルフィをドラゴンの息子だって気づいた瞬間あるでしょ？あれ、意味なくなるからね。なんのこっちゃわかんなくなるから。だから、本物のドラゴンの息子でしょ、ルフィはね。言えてなんぼのって言って。言えてなんぼの？飲んでなんぼの？バイトしろよ。バイト中に来てどうすんだよ。一回、あの、冷蔵庫に俺、新しいエビス取ってくるから。ちょっと待って。2分待って。はい、ただいま。2本目いきまーす。あ、やば。顔出してください。顔出してどうすんの？部下が見てたらどうすんの？顔出して。あなたのね、上司が、こんなわけわかんないこと言ってるやつだったらどうするよ。威厳がなくなるでしょ。ペドロ？ペドロ死んだってだから。ハチミツナメコはいいんだよ、もう。ワンピースの次に好きな漫画、まあ、漫画全般好きですけど、ジョジョはね、哲学なんですよ。マジで。ジョジョは哲学。ジョジョの好きなキャラ、プロシュート兄貴、ぶっ殺すと心で思ったなら、その時は、もう完了してるんだよ。男塾もいいよね。マジで、中2ぐらいまで任命処方官って本当だと思ってたからね。いや、本当に。任命処方官、あると思ってたから。ハンターハンターも好きっすよ。ハンターハンターでもより俺幽白かな。やっぱ幽白書の先生。ドラゴンボールはもう言わずもがな。あんま言われてないですけど、あの、最後がいいんですよ。サタンがいないと勝てないんですよ。ここが重要。P の父親って本当にドラゴンもさっき言ったでしょ。しつこいなぁ。ジョンさんのものは、あ、これ一回やりたかったわ。やっていい？ Hey guys! モンスタージョン TV。ジョンさんもコヤッキーさんもなんかね、ちっちゃいとこで、狭いとこでやってんのがいいんすよ、あれ。なんか、昔僕が見てた時代はね、こじんまりしたとこでさ、考察してんの好きだったわ。YouTube、だから最近、ひろゆきさんを見たら、もう YouTube の画面が、ひろゆきさんの切り抜きだらけ？ひろゆき切り抜きですよ、もう。侵食されて。すごいな、あれ。チャンネルガードも見てますよ。すごいよ、あの人たち。マジでエンタメだから、ドッキリの。ヤマトイコールキリン。キリンじゃないと俺は考えてますけど。
なんて鱗もひずめもないし、でも分かんないんです。これがもうだから、あの白虎の時も怒涛のような、もうね、あれですよ、コメント欄で白虎でしょ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 、一昨日ぐらいはキリンでしょ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 、すごいわ。あの皆さんは一人1コメントだと思ってるけど、こっちはあの500回ぐらい聞くから、おお、キリンなのかなとかこう思っちゃうわけですよ。キリン、めっちゃキリンの画像検索したからね。だからね、キリンか、キリンなのみたいな、キリンって何、キリンの語呂合わせは960はキリン、光月おでん登場だっけ、おでんなんだよね。だからキリンも全然あるんですよ、語呂合わせ的には。でもあのヤマトのさ姿見たら、あんまキリン見えないんだよな、俺だけ、みんなあれキリンに見えてるの。名前の由来はだ、ゆで理論で検索して、筋肉マンのゆで理論っていうのが出てくるんで、とんでも理論ね。でもあれがいいんすよ、少年は。あの 男塾の民命消防官と一緒で、大人になったらみんなねバカにしてくるけど、違う、エースと赤犬のマグマグで、マグマの方が上だ、そんなことはねえみたいなね、コメントを見たことありますけど、いや違うんだよね、いいんだよ、マグマの方が強えでいいんだよ、分かってねえな、そういうことじゃないね、少年漫画はね。挨拶、もうさっき何回もやったよね。どうもワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、 飲んでなんぼのゆでるんで、ありがとうございます。いいね、ヒグマ最強説ね、好きだよね。一巻にラスボスは出ているみたいな、ヒグマ最強説、いやいや、ま、俺も好きだけどさ、声が違う。それよく言われるの、なんでだろう。ヤマトって何の実ですか。だから僕は本命白虎、太鼓大口の真神狼ね、大穴狛犬ね、狛犬、さらに大穴つくつくの実って、もうこの前動画でやったでしょ。ってやったらみんながキリン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 って、キリンかい、じゃあ俺のファンいないじゃんっていう全員キリンじゃんと思って、すごいな、一人ぐらい俺に同意しろ。オディーンさんも見てるっつうの、見てるっていうか知ってるよ、存在は全員知ってます。ゆいさんは声が可愛い、僕あの意外と声フェチなんですよね。声フェチ分かってくれる人いないよね。最新話がだから徹夜でしょ、最新話上がったらもう徹夜よ、こっちは。何、人種差別を願ってる世の中、人種差別のない世の中、それ願うだろう。でも別に人間は平等じゃないとも思ってますよ、当たり前だけど。俺だってね、ジャニーズみたいなイケメンに生まれたかったしね。大橋演技読んでた、最後が宇宙人はマジで痺れたよね。好きなワンピース映画はだから、この前ストロングワールドを考察したでしょ。ストロングワールドのあの金獅子の後ろの屏風、竜となんか変な獣、狐だか狼だかの獣、犬だかの獅子だって、もう半年間も考察したのに、あれ獅子じゃないね、尻尾がもう全然太いもん。でも絶対神社は関係あるから、多分あれ関係なかったらもう俺終わったわ。これ明日もやりましょう、やるか。アル中ガラガラっぽい、あれ酒は全然飲まないですよ、タバコは吸っちゃダメ、死んじゃうみんな、俺はもう死ぬからいいの。お酒飲まないと生配信は恥ずかしいですか。恥ずかしいっすね、マジでこんなもん一人でさ、なんか知らない人と喋るとか無理よ、すごいよ芸能人とかって。本当にあのトップ YouTuber の人とかも、獅子ね、獅子あるかな、獅子だから1コマ目と最初のコマと最後のコマのヤマトはすげえ獅子っぽかったから来たじゃんと思ったけど、スパチャできない、スパチャだからさ、やってっていう声も多かったんですけど、これだから11応
10万人行ったらやってくださいっていう感謝祭なわけですよ。だから俺が接待してるわけですよ、皆さんを。なのにお金をもらうっておかしくないですか。意味わかんなくないですか。だからスパチャオフでしょ。スーロンね、スーロンってちょっと俺も思ったけど、あのやっぱりさ、霊気があるわけですよ。霊的な何か。スーロンはちゃんとあの実体化してるけど、俺を接待しろ。接待します、こんにちは。何がよろしいでしょうか。桃太郎、桃之助が桃太郎で、犬がヤマト、猿がルフィで、キジがマルコで、鬼がカイドウで倒すね。1年ぐらい前初期のやつで言ったけど、犬は犬嵐かなと思ったけど、ヤマトかもね。本命が白虎で犬かでしょ、犬犬でしょ、対抗がなんだっけ、大口のマガミってやつにしたんですけど、狼だろうな、見た目が。でも狼で幻獣つったら、で和風つったらあれしかないから、あれもでも犬犬のか、犬犬ってもう言えなくなっちゃった。で大穴が狛犬、狛犬もあるよね、犬っぽいもんね。だからほぼ犬で、あの大昔ヤマト女説をあの皆さんのおかげで的中できたことがあるんですけど、そこでヤマトの語呂合わせをしたんですよ。ヤマトの語呂合わせは、ヤマトの語呂合わせは860はヤマト860ね。そこでクロコダイルと犬なんですよね。久保すごい、やべえ、サッカー見たくなってきた。久保の語呂合わせ、久保の語呂合わせやろ。久保の語呂合わせは久保94は、久保の語呂合わせは久保94は2人目。波が仲間になった時じゃん。なんだよ久保の語呂合わせってよ。そういえばよ、口が悪くなってるごめんなさい、見苦しくて笑える。苦しいんすよ俺。そうダサいしね、つまみの語呂合わせ何でも語呂合わせにすんな。奥さんはだ怖いとこが好きっすよ。俺なんだド M なんで、多分若い頃は狂犬と呼ばれ友達の間で。でも年食ったら、あ俺 M だわってことに気づいたんですよね。今や中堅、そこなんですよ。ゆでこね、聞きたくないそうだよね、おじさんが M かどうかなんて聞きたくないよね。知ってます、すいません、本当に確かにそうだわ。俺が聞いてても気持ち悪いわ。誰が仮面の YouTuber のおめえねえ、おっさんが M かどうか知りたいかっつう話だよね。ただのスケベってなっちゃう。違うスケベをギリギリのところを通すスルーパス、これね知的じゃないとできないんですよ。好きなパンチラインなんだろう。うせえ行こう。152は移行時ね、語呂合わせ。チョッパーがうじうじしてて、ルフィがもううるさ、こいつうるさいなっていう。解放、感謝の割に暴言多め確かにすいません、あちょっと悔い改めるわ、申し訳ないです皆様。ありがとうございます。暴言なんかな、俺愛だけどな。別に誰かとコラボしないの。いや全然していいんですけど、何していいか分かりません。俺なんて台本野郎なんで、こうこれね、生聞いてれば分かるでしょ、こんなやつと誰もコラボしたくないんですよ。一方で普通の時の動画は台本野郎だし、だから、ね、あの生でその場で考察してるジョンさんとかホヤッキーさんとかすごいよね。そうそう、もう俺なんてもうガッチガチだから。で自由になるとこういうどうしようもない、あのデリカシーのないやつがみんなのところに全世界に配信される。やばい、ユイの研究室はかわいい、声フェチだっつう話ですよね。酒飲んでるイコールアル中っていう偏見違くない？いいけどさ、窮屈の語呂合わせはこれは来ました。もうこれ動画でやってます。992は見て、もうおでんを思い出して赤座屋たちが
カイドウに挑むわけですよ。奥様はダダン、それとも牧野さん。見た目は牧野だけど中身はダダンだよね。この辺で挨拶何回させんの。どうもワンピースのあと神神のみ、そうか、噛むね俺ね。これもだから YouTube やって分かったわ、俺噛むわ。特に酒とか飲んだり、やん徹夜して考察したらもう神神だよ。スーパー神神噛んでだよ。動画用イケボ、別にイケボにしてるわけじゃないけど、普通に読んだら合わなるよね。和の国編のようにみんなそれぞれ仮面を持っているんだね。ユデロン VTuber になったん。だからこのマスクをさしたら声がこもるからどうしようかなと思って。恋するワンピースは読んでないですけど気になりますね。ワンピースに恋愛を持ち込まないって小田先生は言ってるけど、外伝で持ち込んでる、気になりますよね。銀の盾のメールが来ない、認められない、俺みたいなもん。だ次どこに行くかでしょ。ワンの国編終わったらやっぱエルバフ行くか。でももう小田先生が巨大な戦いが始まるって言ってたよね。ってことはやっぱ古代兵器プルトン編じゃないの。プルトン復活編、ビビとかクロコダイル出てくるって思ってるけど、どうかな。出てきたら熱いな。エルバフはなんとなくだけど、勝手に最終回とかでウソップが一人で行くんじゃないの。エルバフなんかあったっけ。あ、そうか、古代兵器となんか関係すんのかな。あと5年だからね、ワンピース終わるまで。ここでプルトン編来ないと終わんないんじゃないの。ロキね、ロキかなんかいたな、エルバフの。絶対5年じゃ完結しないだろう。でもやっぱワンピースっていう語呂合わせを成立させるには1200いくつとか1100いくつとかでワンピース出てくるよね。でなんなら120巻ぐらいで終わるでしょ。そう考えると5年、確かに5年ぐらいかな。もう酔っ払ってるからディスるけど、完結しない漫画嫌いなんですよ。完結してほしいんですよね、これは本当だから。完結してほしくないけど完結してほしいんですよ結局。バカボンド本当マジどうなったんだよ。小次郎と戦え早く。どこで終わったか全然覚えてないよ。バカボンド農業してなかった。完結してほしいんですよワンピースだけは。まあ、ベルセルクは本当悲しかったわ。ゾット好きだったのね。誘惑ももうね、なんか魔界トーナメントが来たよ、これはワクワクするよなった瞬間、なんか変な鬼が優勝して、どういうことで、ワンピースは終わってほしい。終われる漫画ってやっぱ、まあ、幸せだと思うんですよね、ファンも。だから終わってほしくないけど終わってほしい、本当に。うん、病気とかだからね、腰痛でしょ富樫先生は。しょうがないよね病気は。誘惑ってアニメだと魔界のトーナメントちゃんとやってたんだ、知らなかった。ドラゴンボールの最終回は最高。魔人ブーという純粋悪の逆、ウーブね、ブーの逆のウブが、ウブな純粋な少年に生まれ変わって悟空が教え込むっていうね、いいわ。最新話のリアクション配信見たいです。最新話のだからリアクション配信やりたいけど、その前に考察しちゃうからリアクションどうじゃないのよ。でなんだから最速で出したいんですよこれ。なんで最速で出したいかっていうと、僕がワンピース考察の YouTube 始めた時、たまたま勘十郎が裏切り者発覚みたいな、勘十郎が裏切り者だろうなって思って動画ちまちま作ってアップした瞬間に、おめえよ海外のネタバレ見ただろみたいなこと言われて、え、どういうこと、海外のネタバレって何って。全然その界隈を知らなかったんで、あ、海外だといち早く
ネタバレみたいなのが出回って、ということはワンピース考察ってもう最速で出さなきゃいけないじゃんっていう話になるわけですよ。だからもうそんなこと言われるぐらいだったら、海外ネタバレの前にやっぱり考察って出さないと、考察してる俺にとっては客なわけですよね。そんなん言われるのは腹立つ。だから徹夜するわけですよ。ジャンプは電子ですよ。だって12時に配信されるから。ディロンさん的に一番会心の考察は何でしたか？まあ、それはもうヤマト女説、あれ当てて一気に伸びましたからね。考察ってでも何だろう、結局材料が揃ってこういうことですよっていうのが考察なんですけど、みんな YouTube のワンピース考察界隈って予想のことを考察って言ってるから難しいんですけど、まあとにかくでも予想の方、ヤマトは女だろうなっていう予想が当たった時に伸びたのは、まあ俺の中で考察とは違うけど、微妙に予想の考察だけど嬉しかったよね。コバンザメの語呂合わせ行く？行く？コバンザメ583話、わかった、ちょ見てくる、待ってね。コバンザメの語呂合わせはコバンザメ583話、グレイターミナル、不確かなものの終着駅。グレイターミナルってルフィとエースとサボが育った貧乏な町ね。コバンザメです、あれ。今日は朝まで行きましょう。行くか。まだなんか959人もいるじゃん。あ、日本勝ったんですか、サッカー、おめでとう。ただのおっさんで笑った。ただのおっさんっていつも言ってる。お前らもすぐにただのおっさんになる。酔っ払ってる風だけど、そもそも俺が俺、みんなはみんな、君は君。男はマザコンでロリコンだからね。この歯、あの比率だから、ただの比率が偏っちゃうとちょっとおいおいなるけど、スケベなの普通じゃないこの話。やめいいか、すいません。結構みんな真面目なんですね。やめよう、何の話。声はいつもと違う、あんま好きじゃない、すいません。いいねしろよ。いいね。下ネタってみんな言わないの？指摘だと思うけどね、下ネタ言う人って。違う、俺がおかしいのか。まあ動画でもおかしいこと言ってるしな。もういいか。嫌われたっていいじゃないか、人間だもの。これはあれだよね、登録者減ったよね。もうまあいいけどね。あとあれなんだっけ、コメント欄で最近ちょっと見たのは、それ意味ありますみたいな。意味あることって面白いですか？飯を食う、寝る、トイレに行く、仕事する、これ意味あることですけど、意味ないことが面白いんですよ。意味がないことが贅沢だって思わないね。意味をつけたがる、すいません確かにおじさんになるとだから説教が始まり、自分の持論にね意味をつけたがるんですよね。反省しよう、これやめるわ。何でもいいよね。そうそうそう、趣味持った方がいいっすよ。人生どうせあとここにいる人たちも50年とか70年でどうせ死ぬっしょ。意味ないことが贅沢で面白いと思うけどな、人生なんて。意味あることなんて大変だよ、別に仕事とか勉強とか、それはそれでやるよ一生懸命。けど別でさ、やっぱ人生はさ、意味ないこともやった方がいいと思うけどね。何の意味がないやつ、何の意味もないことが楽しいんですよ。つながりないっす。孤高の存在でいろ、コラボしないで孤高の存在でいろ。いや別に別に、何だろう、一人が好きってわけじゃないけど、コラボしていいけど、何だろうな、俺みたいなやつとコラボしたやつがいないっしょ。全員面白い。コヤッキーさんは、だからコヤッキーさんも考察も好きなんですけど、でも実はあれだよね、トウヤくんが天才なのよ。合間にぶっ込む感じ、あれがいい。あれ羨ましいわ、俺一人でやってるけど。あの彼がいることで面白いんですよ。神木さん、神木さん結構真面目だからな。いや真面目じゃないわ、思い出したわ、最近もう勘十郎にお熱だからね。あれ面白いわ、神木勘十郎。神木だから、神、ツイッターとかやってると僕をフォローしてくれる人と神木さんをフォローしてる、まあ大体別に俺のファンなんていないから、ワンピースファンがフォローしてるわけですよね。そうするともう毎日、先月6月とかも毎日あの神木勘十郎の顔見てたから、タイムラインで、また神木勘十郎、また神木勘十郎じゃんみたいな。おい
じゃあ俺のツイッター神木勘十郎じゃんっていう。ゆいの研究室は声が可愛い。いや、たかしさんもさっきの動画めっちゃ面白かったよ。ライバル意識、他の考察者、みんなが煽るんじゃない。誰々と比較して何々ですみたいな、何々と比較していいです悪いですみたいな、そんなある。誰かと比較したら不幸になるんですよ、基本的には人間ね。やっぱ趣味なんで自分の世界に生きてった方が楽しいっすよ。そうね。でもこういう風にさ、世界に配信する以上比較されるのは当たり前の世界だから、それはしょうがないんですよ。別に否定しないです。でもやってる方は何かと比較しちゃったらさ、そりゃじゃあ何、俺とヒカキン比較したらどうなんの。向こうはタワマンに住んでルーム役員でみたいな、何億稼いでとか、そういう話になるでしょ。面白くない、俺は俺って思ってた方が俺いいと思うけどな。みんなゆでらんとヒカキンの表裏一体説、確かにヒカキンがじゃあね、あの圧倒的表なら俺なんて深海魚だからね。深海でね、ただうごめいてるやつだから、勝手に泥泥ですよ、泥泥の中。語呂合わせ、どんだけ自信がある。自信っていうか研究してるだけだからね。結局あのみんな概要欄見てます。みんなの考察にヒントになりそうなことをしゃべくりますって書いてありますから、ありがとうございます。ちゃんと真面目な人いるじゃん。10万人おめでとうございますっつって、そういえばこれそういう趣旨だった。あ、俺ネガティブフォロー受けてた。別にネガティブってわけじゃないけどね、その自分を俯瞰してこのポジションでしょっていうだけ。別にグダロン、グダってきたね。神話に詳しいのなんでですかって、めっちゃ調べてるからだよ、それだけ。あのね、そうこれ言おう、まあ、友達でも会社の人でもそうですけど、7割の人が実はググらないんですよ。ググれば今の世の中何でも出てきますけど、なんでググらないんですかっていう話。その数分の労力をしない。インターネットのなんてどうでもいいと思ってるんだね。あの知の結晶を別に使えばいいのにね。調べないで自分のオリジナルを出そうとするみたいな、なわけあるか。めっちゃ調べろっつうの、今の時代何でもね。例えば就職する、君らの年だと就職するのか知らないけど、就職するときその会社を全然どうせ調べてないでしょ。めっちゃ調べろっつう話で、受かりたいんだったらツボつけるんすよ、めっちゃ調べれば。頭がいいとかは勉強云々は置いといて、調べ癖がないやつが負けるんすよ。調べりゃいいだけなのに、無料で調べられるのにやらないっていうね、どういうことなんだ。仕事論やめような、またおっさんが出てきた俺の。そういうことじゃない。でも逆に調べないやつがいるから調べたやつが勝つんですよ。ワンピース考察、あごめん、ワンピースの話だった。これただの酒飲み配信だと思ってたわ。 Google は996は最強がいる島、 Google 最強だよね。ネタバレ見たことある。俺の Twitter の DM に送ってくるやついるよね時々。やめて、信憑性もよくわかんないから。でもね、 DM 送ってくる人嫌なやつじゃないんですよ。別に嫌がらせ行為じゃなくて、ユデロンさんこれでした、いいことをしてると思ってる。正義の行動。結局みんな何かを行動するときってある程度自分の正義でね動いてるわけですよね。語呂合わせはなんだろう、無理やりやなっていうのも正義だから。でもそれぞれ正義があるから、議論してもさ、戦争になるだけでね、正義 VS 正義が大体戦争の原因なんで、しょうがないよね。ネタバレの正義、確かに。ネタバレに正義を置くそうもないか。まさにワンピースのテーマ、正義 VS 正義ね。正義、マジなんだろう、世界政府のあの掲げる正義ってね。彼ら、何かあるよね。みんなゆでろんキッズ。みんなゆでろんキッズっていう割に、もう俺、だって動画大体上げたら、大体俺と違うこと言うからね、みんな。本命は白虎です。対抗は大口のなんだっけ、マガミです。大穴は狛犬です。もう一個の大穴はつくつくの実です。って言ったのに、みんなコメントなんで、キリンっすね。キリンっすね。キリンですよね。キリンですよね。キリンなんですよね。おい、どこがゆでろんキッズなんだ。拗ねてるって、拗ねてるわけじゃないんですよ。あ、そういうことねって感じ。ゆでろんキッズはみんな反抗期。違う違う違う。
ゆでろんキッズがいないんだよ別に。みんなワンピースファンなだけであって、挨拶すぐ挨拶求めるね。どうもワンピースの、ああ言えない、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber ゆえでな、スーパーカミカミカンで石井達也の声。ああ俺コメコメも好きだったわ、マジで天才。カールスモーキー石ね、もうハトコちゃんね、ハトコちゃんとかも大好き。ググってください。やめろ、ユデロンが一生懸命今まで築き上げたものが壊れるぞ。なんか築き上げましたっけ別に大して築き上げてないでしょこんなもん。バウンティーラッシュね、やってみたいよね。同じ酔っ払いで安心しました。みんなね酒袋なんだよね。ペヤング派ですか UFO 派ですか。今日ペヤング食べた。カップラーメン、カップ、俺だから20代の時カップラーメンとおにぎりでマジで俺生きていけるじゃんと思ってたもんね本当に。さすがに嘘だったけど、今でも体にね、おっさんだから毒だけどカップラーメン食いたくなるよね。筋肉マンの中で好きな必殺技教えてください。ハリケーンミキサー、ただのスケベじゃねえか、バラじゃないよ。ちょっと待って、スケベとかさみんな言うけどさ、スケベじゃないの、みんなは健康だよこっちはね。本当に下ネタ言うときはストレートじゃダメなんだよね。もっと知的な感じでスルーパスを通さないと。直球はダメ。ワンピースの話しろ。確かにワンピースの話、ワンピースの話聞いてくれよ。だから波派ロビン派、いいね、波派ロビン派。最近ロビン派かな、大人なね感じいいんですよね。最新号のあのジンベエザメに乗っかってたロビンちゃんもすごいよ。あんなもん、あの位置でゾロが下向いてるっておかしいでしょ。あいつ上見ろよ。まあそこがゾロのねいいとこだけど。一番泣けた話、俺実はあれ、トムさん、トムさんが濡れ衣をかぶってね世界政府に海列車で連れてかれるんだけど、フランキーが止めるんだよね。あれは泣いたわ。助けてロビンちゃん、あれもいいね。あれをだから3時かっこ悪いとかちょっとツイッターで見たけどさ、何がどこが、信頼するところが3時のかっこよさじゃんね。あ、仕事お疲れ様です。もっと親しみがないか俺ね。老害だけはあかん、その通り。老害むずいよな。でも老いたからこそ伝えたいこともあるし、老いたからこそクソなもんも生まれるんですよね。これを選別すんの結構ね、まあむずいっすよ。それはだって俺だって20代の頃こい上司を見てこいつマジ何やってんのかなって思ってたけど、あれはあれで年食ったら、あ、なんか、あ、役割あんだっていう結構わかるんですよね。1時間ぐらいがちょうどいい。すいません、グダ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 。だから俺だからあれですよ、ワンピース考察始めた瞬間はもう怒涛のようにアンチが押し寄せましたからね。本当にすごいな洗礼。あ、こういう感じか、ワンピース。なんか派閥みたいなのもさあって、いや、ないんだかあんのか知らないけど、多分それぞれにファンがいて違うことを言う人を、まあ、攻撃するわけですよね。なんのこっちゃやで。本当にみんな違ってみんないいでいいんじゃないの。まあまあしょうがないね。何かを発信したらね、誰かの正義と勝ち合って戦い起こるからな。痛み痛いでよく頑張りましたね、感動しました。痛みっつうかこういうもんか。 おめえ何中だよみたいな世界観だったけどな、イメージは。これ懐かしいな、ヤンキーの世界じゃん。だからなんかコラボに腰が引けるわけですよ。なんとか一派に入ったら誰かの敵になるでしょ。だったらもう俺一人敵でいいんじゃないの。ゆでろん派とかないんだよ。だから派とかダメ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 、そういうのない、そういうのいらないでない。そもそもだから派とかマジないから、窮屈でござる。派閥いらない、いらない、いらない。小判ザメに派閥とかない。僕のコメント欄だけじゃないと思いますけど、俺なんかよりみんな考察すごくて、ヒントとかそのまま使わせてもらったり、めちゃめちゃ助かってますよね。それだけ
でもこれがしたかったんですよ。一人で漫画読んで考察してんのもいいんですけど、やっぱり みんなの考察で謎解く感じ、これいいよね。 YouTube ここまで伸びると思ってましたか？全く思ってない。2万人ぐらい登録者一桁か見てますとか、すごいね。俺の見たことあります？皆さん序盤の動画、カミカミ、声ちっちゃい、何言ってるか分かんない、あれ見てる人いるんだ。いや、ありがたいですね。さすがです、さすがです。語呂合わせの法則に気づいたのは何の回の時ですか？これだから60巻ぐらいから僕考察にのめり込んでって、いろんなブログ見てね、ヤマカムさんとか面白いってなって自分なりに考察してって、そっからでも数年間は別に語呂合わせとか何も考えてなかったんですけど、あの万物822話、象の図人者が喋った、万物の声が聞ける、万物が喋る、822話万物みたいな。ってことは820話は発話、あ発話、あれ821話は発意って、まあ、ぼんやり思ってたら833話ハサミ、ハサミで4字が挟まれたんですよね、1ページ目くらい。ハサミだから4字挟まれてるじゃんみたいな。え、話数に語呂合わせやってんのってなって、まあ、シンプルに、じゃあパニック829話パニックだったら、あ、ビッグマムが暴れてて街がパニックになってる、パニックじゃんみたいな、そういう感じで、そっから話数の語呂合わせ全部調べて、これやってる臭いなってなって、で最近ではその一話の中に別の語呂合わせもあるじゃんっていうことに気づいたわけですよ。皆さん知ってるか知らないかどうかわかんないですけど、あの昔ワギャンランドっていうねゲームがあって、それはボスでしりとりで戦うんですけど、ある絵はこういう風に読むけどしりとりで、でも実はこっちの読み方もありますみたいな、ワギャンランドのしりとりみたいな感じで、語呂合わせも何パターンもあるじゃん、それが話の中にあるじゃん、じゃあやってるじゃんで気づいてって、これをじゃあ毎週予想してそういうものが成立するんであればやってるっていうことになるよねっていう研究を YouTube でやってみっかっていう話。ワギャンランド面白かったよね。わーっつって急に真面目酒もうだから切れてるからね俺ね。ベジータのモノマネやしてくる、なんでベジータのモノマネ俺がやんの。いや全然思いつかないや、やろうとしたけど。ユデロンさんツイッター始めた時フォローしたらすぐフォロー返してきて嬉しかったな。これさ、あのSNS ってものをおっさんだからそんなにやったことなかったんですけど、まあ、フォロー返しするのが、まあ、失礼じゃないだろうと思って鍵アカ以外フォローしてたんですけど、まさか7000人ぐらいになるとは思わずやめらんなくなって、ちょマジめんどくさいねフォローしていくの。でもまあもうここまで来たらやるかっていう感じ。じゃあベジータのあれ伏線あるよね、あれ言うか、ベジータとブルマが結婚してベジタブルなんですよ。ブルマは俺惚れたな本当に、中学生かな小学校かな覚えてないけど、あれが二次元で一番最初に好きになったキャラ、ブルマだから、だから俺 M なんだな。そんなに動画とギャップがすごい。バッファローマンのモノマネしてください、ハリケーンミキサーお願いします。小学生の時でさえもハリケーンミキサーを2回ぐらいしかやったことないだろモノマネ。いつのブルマ、むずい、まあショートカット前か、ブルマはやっぱりド M ベジータ、そういうことか、あそういうことか、 M 字ハゲだからベジータあれド M でド S のブルマとくっついたと。んじゃあ悟空と父は父ごっくんごっくんってことか、面白いじゃん。何なのこれ、今聞き始めたけどユデロンさんで合ってますか、多分合ってんじゃないですか。ベジータのベジータに語呂合わせない、ベジータの語呂合わせは野菜。831話は扉絵で、多分覚えてないけど玉ねぎと人参と、いや違うな、八百屋か、八百屋が玉ねぎとウソップ海賊団ね。808話が八百屋で、人参と玉ねぎと、うん、ピーマンが八百屋。
もういいか、時間だから。今日はありがとうございました。皆さん、酔っ払ってたんで全然覚えてないんで、アーカイブを見直して、世に出していいのか考えてからアーカイブ残しますから。さよなら。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。